おはようございます。おはよう。見て時刻8時43分。いや早いですね。武蔵小杉、はい、今日はちょっと諸事情によりめちゃめちゃ早く向かってます。イベントが盛りだくさんで。そうなんですよ。今日は川崎フロンターレと浦和レッズの試合に今から行くんですけど、1時キックオフなんで、はい、まあ、それでも十分まあ早いんですけど時間は。ただイベントがもう10時前からいろいろ動き出してるんで、寝不足ですか？なんで？寝不足感ある？もう化粧バッチリでしょ？お肌のチェックだけ。え、めっちゃ綺麗でしょ？はい、化粧いいよ、そんな話は。じゃあ行きましょう。行きましょう、レッツゴー。さあ、トトロキ陸上競技場やってきました。はい、イベントも結構回って、回ったね、はい、相当楽しみちゃった。いや本当に朝9時に来た甲斐がありましたね。はい、早起きはいいね、はい、やっぱね。でスタグルも買ったんですよ。まずはプレモルで乾杯。いただきます。うまい。今何時？12時。12時、結構早いですね。はい、でこういうのとか、これがスタンプラリーで、はい、これね、全部貯めるともらえます、はい。こちらが抽選で当たりだよね。はい、当たりです。ポスターとこのキーホルダーがあったんですけど、2人ともキーホルダーでしたね。ポスターかなと思ったけどね、はい、当たりました。うまいこと分かれればよかったんですけど、そう、2人とも当たりました。はい、あとね、私はあの欲しかったチョロQを買いました。フロンターレバス。いや、いいですね。あ、フロンターレのバスなんですね。そう、え、足を気づかなかったです。かわいいでしょ。はい、買いました。あとはもう試合見て帰るだけですよ。いや、はい、食べよう。試合見て帰る前にこれ食べてから試合だから、はい、いただきます。はい、今日買ったスタグルはエビチャーハンとシューマイセット、新しいセットです。はい、少し種類全部違う。気づかなかった。すごい、3種類とエビ卵チャーハンです。あ、エビは入ってない。卵チャーハンです。卵チャーハンでした。ここから使って。はい、スタグルは卵チャーハンと天津セットです。はい、これ1000円お得ですよ。めっちゃ重いし、いや本当にもうシンディさんにご馳走になってばっかりで。ほんまやね。いや、ご馳走。一応お財布は出してるんですよ。いつものパターンだからね。はい、ではいただきたいと思います。はい、さあ無事試合終了しまして、川崎フロンターレさん優勝おめでとうございます。今日はあのご一緒したシンジーさんがちょっとどっかにあの行っちゃいまして、どこに、ひょあれひょ、はい、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだいたんですね。いますよ、はい、帰り道一緒ですからいますよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。4時ですけどまだ空は明るいんですが、はい、今日は本当一日いいお天気で楽しかったですね。楽しかったです。やっぱサッカー観戦は、はい、いいなって思いました。はい、フロンターレの、何でしょうね、轟を包み込むあの優しい空気というか、そうですね、そこに一緒になんか温かいほど温かい、はい、中村健吾選手のトークショーでも言ってましたけども、うん、やっぱサポーターがめちゃくちゃ温かいから、うん、いい雰囲気でしたね。いやー、はい、本当健吾さんと那須さんのお二人のトークが、はい、サッカーの話をしてるんですけど、でもエンタメ全部に通ずる話をしてたんで、そうですね、自分たちのことにもちょっと置き換えて、胸にすごい刺さりました。そしてリサちゃん MC お疲れ様です。そうでした、あの素晴らしい MC、うん、はい、ただやっぱ一つ違和感があるとしたら、何ですか？那須大輔さんが川崎フロンターレのユニフォームを着てたんですよ。はい、なんか違和感ないって言ってたんですけど、うん、言ってたよ、はい、僕はすごい違和感ありありだったんですけど、やっぱそれでもやっぱヴィッセル神戸のイメージがあるのか、なんかすごい違和感がありましたね。フラット3チャンネルでも試合観戦にあの行ったりしてますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。チャンネルもお願いします。